さてと、ファイナルステージと行きましょうか。申し訳ありません。私の危機管理が甘かったせいで、この何のために私は生きてるの。ごめん、何でもない。自分で蒔いた種だもんね。ロッセリーニ財閥の名誉を守るためにも、カリオストロの遺産を手に入れよう。はい。